たけしの挑戦状、ビートたけし監修のアドベンチャーゲーム。言わずと知れたファミコンソフト最大の問題作、難解を通り越し理不尽ですらある内容に当時のユーザーは頭を抱えた。やろうかな、挑戦受けようかな。伝説のクソゲーたけしの挑戦状、幻のエンディング画面を自分の目で確かめるべく有野はゲームに挑んだ。いや早いな、もう出てる。もう死ぬの？あ、ひらがなばっかりやな。あ、取った。あ、社長殴れんねや。攻略本を参考にしながら、まずは順調な滑り出し。高いな、8000円か。そして最初の難関、スナックあぜ道へと入る。あ、軽く進められた。雨の深海地。え、どこやこれ。私、え、ついて行ける私、切ない思いを歌にして、雨降る深海地。あれ余るな、どこや。ちあ、下手くそ。ダメならどこまでも、雨降る深海地。あ、下手くそ。もう一回か。コントローラーをマイク代わりに何度もカラオケに挑戦。あなたのためなら、あなたのためなら、あなたのためならど、雨降る深海地。あ、いい加減死ねか。どうなったんやこれ。どうすんねん、喧嘩。ついに成功。ヤクザが登場したら殴り倒して次のステージへ。ジジ来た。ジジどうしてんや。お前ならこの地図の謎を解くかもしれぬ。お前に宝の地図を与えよう。老人は白い紙をくれた。どうする。どうしてんや。ここで1巻目の攻略を見てるのはさらっと1時間日光にさらす。あ、これか。1時間待つって。日光にさらしてみようかな。あ、これで1時間待たなあかんねや。ほう、1時間か。よし。第2の難関、ここでは何もせずただひたすら1時間待ち続けなければならない。全然やな。これポンとしたらまた待たなあかんね。あ、せっかくチャンスを与えたのに情けないって出た。なんだよこれ。何これ。あ、もう一回打たなあかん。ボタンに触れれば全ては水の泡。またカラオケから再挑戦しなければならない。あなたのためならどこまでも。
心を入れ替えてただひたすら待ち続ける。暇やな。ゲームやってて暇ってなんやねん。どういうことやねんこれ。そして1時間後。あ、出た。あ、出た出た。一つの剣、二つの恵み、三つの風、四つの海、天空より落ち、祠に水、人に宝、山につぶて。地図出たな。地図出たけど触ってへんかなこれ。あ、出た。あ、こいつや。ジジイ。ジジイ殴って。あ、ジジイ強いな。ようやく手に入れた宝の地図を持ってヒンタボ島へ向かう。ハンググライダー。最後の難関、ハンググライダーによるシューティングステージ。うわ、すっごい動きにくい。何これ。あれ、上上がれへんやん。何これ、上上がれへんやん。あ、落ちた。ゲームオーバーや。うわ、何これ。パスワードメモってな、これえらいことなのな。あ、あ、上上がれた。あ、はあ。これめんどくさい話やな。あ、違います。おお、たたたたた。パスワードを間違える単純ミスに有野は一時リタイア。仕方なく AD 山田が挑む。ようやく乗り切り AD は役目終了。再び有野。いよいよ最終局面。あー、ドキドキすんな。あった、ついに宝を見つけたぞ。えらい。あれ、これだけ。エンドロールとかないんや。カン。あ、このまま5分待てば少しはいいことか。また5分か。長かったな。5時間ぐらいなんかな。86年、2003年から86引いたらなんぼやろな。あかん、計算でけへん。ぼっとして計算でけへんな。あ、流れた。17年の時を超え、ついにエンディング画面が。あ、流れた。こんなゲームにマジになっちゃってどうするの。かー、言われたな、たけしさんに。マジになってもうた。やられたな。ものすごいしんどいな。目ぼやっとすんな。テレレレテレテレレレ。エンディングリミックス。高評価、そこに課長オンだ。